皆さんこんばんは、MK です。ポケットモンスター騒動鎧のことをやっていきましょう。今回は鎧図鑑完成までやっていきたいと思います。鎧島のストーリーが終わってから図鑑埋めの生放送を1回だけやったんですよね。でその後進化とか卵のポケモンが多くなってきたので実況外で進めておきますと言っていたんですが、はい、今の図鑑をご覧ください。全210匹のうち207匹まで集まりました。で今回は残り3匹を捕まえて図鑑完成までやっていきましょう。残り3匹何なのかと言いますと、まずは33番フーディンですね。通信交換でやってもいいんですが、今回は野生でも出るみたいなんで野生のフーディン捕まえに行きましょう。はい、そして2匹目が確かこの辺りだったと思いますが、あれ待って、この辺り、あったあったあった、79番キュアワーですね。キュアワーはなぜか捕まえていなかったので今回捕まえに行きましょう。はい、そして最後の1匹がこちら、187番ウルガモスですね。こいつも進化でやってもいいんですけど、今回は野生で出るみたいなんで野生で捕まえに行きたいと思います。で全部捕まえたら研究員に見せに行って何かご褒美がもらえると思うんで、そちらもらっていきましょう。よーし、じゃあまずは一番近いチャレンジビーチのキュアワーから行きましょうか。ポケモンに当たらないように進んでいきましょう。そう、そしてフーディンとウルガモスは天気も関係あるんですが、運よく今日はどちらも天気が合っているので、今回で全部捕まると思います。頑張っていきましょう。はい、まずはキュアワーいました。そう、こいつは別にレアなポケモンでも何でもないんですけど、なぜか捕まえていなかったんですよね。はい、そしたらストリンダーを出しまして、ほっぺスリスリから入りたいというところなんですが、待てよ、あ、霧が立ち込めてるってことはこれダメですね。あの特殊状態にならないんで、今回はこれモンスターボール投げまくるしかないということなんでしょう。よーし、行くぞ。投げまくればいつか捕まる。そう、 MK さんはねこだわりがありまして、モンスターボールでしかポケモンを捕まえないんです。はい、3回揺れてどうでしょうか。うっそ、そろそろいいでしょ。これが6発目7発目ぐらいなんですが、はい、2回揺れて3回揺れて捕まってください。 OK。 待って、めっちゃモンスターボール使った。なんで、なんで、もう20個もないと思う。大丈夫かな。フーディンとウルガモスでモンスターボールがなくならなければいいんですが、はい、そしたら図鑑データ読んでいきましょう。キュアは花摘みポケモン。鶴を使って花を摘み自分を飾る。体についた花はなぜか枯れない。なんか栄養を与え続けているんでしょうか。はい、そしたらキュアワーが捕まりました。よーし、じゃあ次に近いのはウルガモスですね。ウルガモスが離れ島にいるみたいなんで、離れ島のところまで自転車で泳いでいきましょう。自転車で泳ぐという表現合っているのかどうなのか微妙だと思うんですが、危ないよ。待って、そう、なんか今スターミーがいましたけど、今回って結構ね、あの特殊な進化のポケモンも野生で出たりするんですよ。だからウルガモスも出るという感じなんだと思いますが、サメハダーはやめて。サメハダーだけはちょっと勘弁して、離れ島あそこか、あそこに行けばウルガモスがいると思います。そう、ウルガモスももともとはまあ純伝説的なポジションではあったんですけど、なんかこう野生で出るようになっちゃいましたね。なんでなんでしょうか。まあ毎回純伝説とかをこうね、特定のシンボルとかにしちゃうと、それもそれで多くなりすぎたという感じなんでしょうね。そしたらなんとか捕まえに行きましょう。そう、あのブラックホワイトのチャンピオンアデクがウルガモスを使うんですよ。なんで結構あの強いポケモン、レアなポケモンという印象が私にはあるんですけど、ウルガモスさんいますか。この辺りにいるって聞いてるんですけど、あれ、うお、いた。急に出てこないでびっくりするから、よーし、じゃあウルガモス捕まえていきましょう。こいつはこいつでなかなか大変そう。そう、あの捕獲率が結構低いと思うんで、もともと捕まりにくいんですよね。そしたらほっぺスリスリ1回打って麻痺状態だけはしておきましょう。これでどれぐらい食らうかにもよるんですけど、結構食らうな。待てよ、もう一発ぐらい打っちゃおうか。虫のさざめきは全然食らいませんよ。私は毒タイプ入ってるんで OK。 もう一回行く。あと2回ぐらい打って体力減らしてからモンスターボールを投げる感じでもいいかもしれません。うわ、そうだった、やば、炎の体で火傷状態になってしまいました。そして熱風、え、やばい、結構食らう、危な、めちゃくちゃ危ないけど、もう一発ぐらい打っておく。いや怖いか。いやでも火傷で攻撃力が半分になってるんで、まあまあまあ打ってもいいとは思いますけど、はい、どうでしょうか。あ、赤までいけるか。吸血、あ、やば、吸血を覚えてるんだったらこれはもう投げちゃっていいかもしんない。体力を回復され続けてもあれなんで、よし、投げてしまいましょう。ストリンダーがやられないうちにウルガモスを捕まえたいところなんですけど、あと1回熱風が来たらアウト、お願いします。1回で捕まって、うっそ、
そろそろ捕まってくれてもいいと思うんですが、はい、1回揺れて、2回揺れてお願いします、3回揺れて捕まって OK。 待って、モンスターボールめっちゃ投げた、今10発以上投げました。残り5個6個ぐらいしかないと思うんで、1回フーディンの前に買いに行った方がいいですね。はい、そしたらなんとかウルガモス捕まえました。図鑑データ読んでいきましょう。ウルガモス、太陽ポケモン。炎の鱗粉を振りまき、火事を起こすとも寒さに苦しむ者を救うとも言う。なんか助けられるのか襲ってくるのかわからないという感じなんでしょうか。はい、そしたらボックスに転送しておきましょう。ちょっと一旦モンスターをびっくりした。そうだ、さっきポケモンたちがやられてしまったので戦闘が不思議花になっているんですね。今野生の不思議花が出てきたんじゃないかとびっくりしてしまったんですが、はい、ストリンダーとインテレオンを回復させてモンスターボール買いに行った方がいいですよね。残り何個、うわー大丈夫かな、行ってみる。フーディン行っちゃってもいいような気もするけど、どうだろうか。待てよ、残りが何個でしょうか。8個、8個あれば捕まんないか。8個あれば捕ま、いや、やめよ、やめます、やめます。一回ちょっと買いに行きます。はい、モンスターボール買ってきました。これで多分大丈夫だと思います。よし、じゃあ最後フーディンがいるところ円環の入り江に向かっていきましょう。円環の入り江はここの洞窟を通らないといけないんですが、洞窟下でしたっけ、上でしたっけ、あれ忘れちゃった。あー、こっちで会ってましたね、ホップくんがいた。何してるんですかこんなところで。あれ MK、 まさか外で会うとはな。ちゃんと真面目に調査してるんだぞ。少ししか遊んでないからな。少しは遊んでるんですね。そして今バイウルーを出していたみたいですけど、エースバーンはどうしたんでしょうか。ポップくんといえばエースバーンという印象があるんですけど、なんでバイウルーにした。そしたら円環の入り江到着しました。多分あの真ん中の島だと思います。フーディンはね、もともと通信交換でしか手に入らないというポケモンだったんですが、なぜか野生で出るんですよね。危ないよ。砂場とかには当たらないようにって言ったのに、もうそれはわからんって、あなた。あなただって地面と完全に同化してるもの。そしたらストリンダー行っておいではいいとして、はい、じゃあここは一旦逃げましょうか。うとうとしている場合ではございません。フーディンがこの先にいるんじゃないか。怖いな、いきなりフーディンがシンボルで出てくるのはなかなか迫力あると思うんですけど、この辺りでしょうか。ふよー、いた、浮いてる、怖。とりあえず戦っていきましょう。フーディンはシンクロなんですけど、私のあの特性っていうか私のタイプが電気タイプなんで、とりあえずほっぺスリスリから入っていいと思います。はい、そしたら雨は降っているんですけど関係ありません。ほっぺスリスリ打っていきましょう。なりきり、なりきりって、待って、何だったっけ。精神力がパンクロックになる、関係ない。あ、こいつしかも精神力でしたね。シンクロと精神力のどっちかなんですけど、精神力だったみたいです。はい、そして待てよ、これもう一回打てるか。もう一回ほっぺスリスリを打ってからでもいいような気はするけど、うわ微妙だな、微妙だな。いや打っちゃうもんね、乱数で倒しちゃう気はするけど、フーディン耐えてお願いします。 OK、 危な、あ待てよ、サイコキネシスは結構まずい。これ大丈夫かストリンダー。 OK、 なんとか耐えてくれました。はい、モンスターボール108個あるんでさすがに捕まると思います。はい、そしたらフーディンさん、なんとか捕まってください。1回揺れて、2回揺れて、はい、3回揺れて、どうでしょうか。 OK、一発だったら買いに行く必要はありませんでした。まあウルガモスがなかなか捕まらなかったんで、その分の運なんでしょうか。はい、ストリンダーのレベルが上がりまして、よし、じゃあ最後図鑑データ読んでいきましょう。フーディン念力ポケモン、非常に高い知能を持つ、生まれてから死ぬまでの出来事を全て覚えているという。ヤバ、なんかそれはそれでちょっとあれでしょうね、頭がパンクしそうになっちゃうんでしょうけど、まさにパンクロックになりきったという感じなんでしょうか。まあそんなことはどうでもよくて、これで OK。 はい、鎧島図鑑とりあえずコンプリートまで来ました。じゃああとは研究員に見せに行きましょうか。タウンマップを開きまして、研究員は確かここにいますよね。あれどうだったっけ、こっち側でしたっけ、それともここを通った奥の町でしたっけ。こんにちは、研究員いました。はい、図鑑全部集めてきましたよ。鎧島図鑑見せてくれるのを、はい、見せてあげましょう。うふん、ちょっと見せてちょうだいね。はい、鎧島図鑑現在の完成度は、見つけたポケモンは210、捕まえたポケモンは210。おめでとう、ついについに鎧島図鑑を完成させたわね、ありがとう。もうめっちゃ大変だったよ本当に。あなたの頑張りでポケモンの研究がとても進められたわ。あなたにお願いして本当に良かった。これで賞状を見せてくれるんでしょうか。 OK、賞状プレイヤー MK 様、あなたは鎧島図鑑を見事完成させました。その偉大な功績を証明します。ありがとうございますゲームフリークさん。
オッケーオッケーオッケー。あとは何かもらえる？あなたの素晴らしい功績を称えてリーグカードに印をつけるわね。はい、ありがとうございます。これでよし。最高にハッピーな私の気持ちも一緒に受け取ってほしいわ。はい、何でしょうか。 MK はオリジナルのレプリカティアラを手に入れた。レプリカティアラ、ほう。MK は証のお守り。なんだこれは。持っていると証がついたポケモンと出会いやすくなる。やば。やばくね。そう、眠いとかかっこいいとか、なんかそういうこう、なんだろう、証っていうか二つ名がついているポケモンがたまにレアで出るんですよね。不思議で個性的なお守りありがとうございます。誰にでもできることじゃない。本当におめでとうね。ありがとう。じゃあティアラだけつけようかな。ティアラをちょっとつけてみて、それで終わりたいと思います。どういうティアラなんでしょうか。なんかこの道着上に道着上っていうか道着服にティアラっていうのはどうかと思いますけど、まあまあまあいいんだ。そしたら一礼の原っていうか、まあその道場まで飛びまして、道場のところに確か着替えられるところがあったと思います。どうでしたっけ。三つ葉さんのワットは全部上げたはずなんですが、328万ワットめっちゃ大変でしたね。そういえば服を着替える。はい、これで服を着替えて、あ、帽子、帽子のところで今の髪型ではつけられません。なんだって。じゃあヘアメイクを先にするしかないんですね。はい、そしたら今度こそ着替えていきましょう。服を着替えるにしまして、王冠というかティアラ OK ありました。どういう感じ。うわ、すげえ、なんか良くないこれ。おー、かっこよ、かっこいいけど服と全然合ってないな。まあいっか。じゃあとりあえずこれに着替えていきましょう。リーグカードは更新しません。よーし、オッケー。これでとりあえずガラル図鑑と鎧島図鑑完成しました。ほら、クララちゃんどうですか。かっこいいでしょ。じゃあクララちゃんの前で終わりたいと思います。そしたらこれで鎧島編は終わりなんですが、11月に冠の孤島が配信されます。そちらも配信され次第実況していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。